世の中に天候をコントロールする気象兵器って存在しておりますけれども、まあ個人の力でね、念力とかで晴れにしたり曇りにしたり雨にしたり暑くしたり寒くしたり津波を起こしたり地震を起こしたりするのって難しいですよね。個人の力で天気をねコントロールするっていうのは難しいと思うんです。だけどどんなに雨が降っててもザーザー降りだったとしても自分の心の天気は晴れにすることはできると思うんです。心を曇らせないように日々、精進したいです。後藤輝基より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。